追い詰められているナンバーワンジョコビッチ。一人の攻撃的なリターンがまた出ました。母親のエリさんは言っていました。怪我をして動けない時を見ているので、コートに立ってラケットを持って動いているだけでも感無量なんです。そんな K がこの場面まで来ました。これも叩いた。狙ってましたね。素晴らしい世界一のリターンです。来ました。錦織自身、そして日本人初のグランドスラム決勝に向けてマッチポイント。このリターンですね。マッチポイントはもう1本あります。錦織選手狙ってきます。グランドスラム初めての決勝進出。